逆戦予選競争第11レースが始まりました1号艇赤岩義雄2号艇茅原雄貴3号艇石川亮4号艇篠原誠也5号艇北中元気6号艇長谷川雅和です変わらずホーム追い風今も5メートル前後です並びは枠なりで進んでいまして陰には1号艇の赤岩義雄です 当時はおよそ3年半ぶりここ1枠巡ってきました整備も続いていますがさあ1コースへと入ります2コースが2号艇の茅原優樹、赤岩に対しどう攻めるか1番と2番の攻防まずは注目となっています3コースが3号艇の石川遼センターから見せ場作りたいのは地元の石川センター3コースです角4コース4号艇篠原千也 今日前半はホーム追い風の中3コースからまくりました、ここは角の4コース5コース5号艇の北中元気6コースに6号艇の長谷川正和でインコースから1番、2番、3番4番、5番、6番スタートしましたインから1号艇の赤岩がスタートを決めました。 鋭いスタートから1周の1マークをまず逃げていくのは1号艇の赤は2号艇の茅原が差す続いて3号艇の石川1号艇の赤はさあ残すか差しが入っています2号艇の茅原が届いて2号艇と1号艇ですがここは2号艇の茅原の差しが優勢となっているスタートは前提正常でした2マークトップ旋回は2号艇の茅原その相当いきます1号艇の赤岩ですが先頭は2号艇です茅原うき 1>, 1号艇の赤岩吉雄2番手の1。 3番手は接戦で3号艇石川のうちに5号艇の北中がほとんど並んでいます2周目1マークトップ2号艇の茅原に続いては1号艇の赤岩3番手は5号艇の北中が先に待っていきますそして入った3号艇の石川その外を6号艇の長谷川が攻めてきます3番手は6番の長谷川も加わって三つどもえとなってきました3番5番そして6番が固まって2周の2マークです3番手はそれから2周の2マーク握って回る が3号艇の石川続いて6番をかわして差す5号艇の北中3番手3号艇の石川亮の内側に粘る5号艇の北中元気3番手はまだ決着つかずで最終周回です 先頭2号艇の茅原勇希、2番手、1号艇、赤岩義雄、さあ3番手、まずは5号艇の北中が回って、指していく3号艇の石川、続いて6号艇の長谷川、今度は5号艇の北中元気が3番手優勢となってラストダンマークを迎えます。 先頭は2号艇の茅原雄貴です。2番手が1号艇の赤岩義雄、尾。3番手は3号艇の石川が回ってから指しました。5号艇の北中。続いて6号艇の長谷川。3番手は5号艇の北中です。2番ゴールイン。1番ゴールイン。5番3番6番ゴールイン。4番ゴールインです。